ナイデ・ゴメスは、ポルトガルの女子陸上競技選手。専門は、総幅飛び、7種競技、100メートル H。サントメプリンシッペ出身、後に、ポルトガル国籍を取得した。スポルティング CP 所属。2000年シドニーは、サントメプリンシッペ代表。2004年アテネ2008年北京は、ポルトガル代表として3大会連続で、オリンピックに出場した。 サントメ・プリンシペに生まれた。祖父はポルトガル人で、母語はポルトガル語である。健康上の理由で数年先にリスボンへ移住した母を追って11歳で同地に移った。13歳から陸上競技を始め、1998年からスポルティング CP に所属している。2000年9月、サントメ・プリンシペ代表としてシドニーオリンピックに出場し、 開会式で同国代表選手団騎手を務めた。100メートルハードル、総幅飛び、総高飛び、三段飛べ、砲丸投げ、槍投げ、七種競技でサントメプリンシペ記録を樹立した。2001年にポルトガル国籍を取得、依頼主要な国際大会で同国代表を務めた。2004年3月に、 ブダペストで開かれた世界室内選手権の5種競技で優勝を飾った。8月のアテネオリンピックは7種競技に出場して13位だった。2005年3月のヨーロッパ室内選手権は総幅跳びに出場し、6メートル60の室内、ポルトガル新記録で優勝した。8月のユニバーシアードはルドミラ・コルチャノワに次ぐ2位に入った。ヘルシンキで開催された。 世界選手権は2種目に出場し、7種競技で7位入賞の成績を残した。2006年3月にモスクワで開かれた世界室内選手権は6メートル7 6の室内、ポルトガル新記録を樹立して2位に入った。当初はロシアのタチアナ・コトワが優勝しゴメスは3位だったが、コトワは2005年世界選手権時のドーピング違反が2013年に、 発覚したためメダルが剥奪され、5メスらの順位が繰り上がっている。同年8月にイエーテボリで開催されたヨーロッパ選手権は、総幅跳びに出場6メートル84をマークして2位となり、銀メダルを獲得した。2007年3月のヨーロッパ室内選手権は、総幅跳びで優勝、室内ポルトガル記録を6メートル89に更新した。 7月22日にマドリードで行われた競技会で7メートル0一を記録し、ポルトガル女子総幅跳び選手で初めて7メートルを突破した。8月に大阪で開かれた世界選手権の総幅跳びは1回目に6メートル8 7を記録、その後立ちアナレベでわらロシア勢に逆転されて4位となった。2008年3月に バルセロナで開かれた世界室内選手権の総幅跳びは5回目に7 m 0 0をマークしてブラジルのマウレン・マギを逆転、金メダルを獲得した。同年7月22日、ストックホルムの IAAF スーパーグランプリ DN がランでポルトガル新記録の 7m04 をマークして勝利。7月29日、モナコの IAAF スーパーグランプリヘラクレスで 同国新記録と同年のシーズン世界最高記録となる7メートル12をマークして優勝した。北京オリンピックは金メダル獲得が有力視された。しかし8月19日に出場した予選では2回連続ファウルを犯し、最終3回目も6平方メートル9の記録で決勝進出を逃した。9月に IAAF ワールドアスレチックファイナルで優勝を飾った。 この後腹部ヘルニアの強制手術を受けた。2009年7月のポルトガル5県競技大会総幅跳びは6メートル7 4の記録で優勝。7月のロンドングランプリは大会新記録となる6メートル9 9をマークし優勝した。8月ベルリンの世界選手権は4位だった。2010年3月に ドーハで開かれた世界室内選手権は6メートル6 7の記録でブリトニー・リースに次ぐ2位に入った。2008年頃からアキレス腱に怪我を抱えており、2012年には県断裂が再発したためロンドンオリンピックに出場できなかった。ありがとうございます。